仕事中でもモチベーションを上げるため、あとこちら10年以上愛用中でオンとオフの切り替えにも使ってます。好きなお茶や紅茶を入れてちょっと飲むだけで気分も変えることができます。イベントの情報や最新の観光案内情報、今だったら紅葉の季節とか、あとニューオープンのお店をチェックして自分で情報を増やし、お客様との話題を増やすようにしています。ちょっぴり落ち込んだ時とか失敗した時にそれを見て元気をもらうようにしています。稲佐山の夜景、今日は綺麗に見えるかなとか、軍艦島に今日は上陸できるかなど、観光案内も含めて確認し、長崎観光をより楽しく過ごしてもらうためにチェックしています。